幼い頃から自分には大事な何かが欠けている気がして、そんな何かをずっと探してた。わあ、それってレナちゃんだったんだ。ガチ女神弱すぎこの表情管理、スカートさばき、何より顔の可愛さレナちゃんがいるこの時代に生まれてきてよかった。吉川渚15、推し命の中学3年生。自分の最推し和田屋レナちゃん18。13歳という若さでアイドルデビューし、その女神のような美しくも可愛らしいルックスと歌声、そして聖母のような性格の良さで、当時無名だった所属グループを瞬く間に国民的アイドルまで成長させた立役者。マイ推しポイント、こんなにパーフェクトなのに超努力家。お疲れ様です。あ、時々うっかりしてるギャップも可愛すぎ。今の自分にとって人生の全てだ。高校生になったらバイトしてもっと貢ぎます。お、あ、明日ついに予約しちゃったんだ。推しが通ってると噂の表参道のおしゃれ美容室、レナちゃんみたいなふわふわパーマかけるんだ。何もなかった自分の人生はレナちゃんに出会って激変した。知らなかった、世界がこんなに輝いてたなんて。大好きなものに囲まれて幸せな毎日。デイリーの皆さんです。アイドル最高。ありがとうございました。全然違う髪型にされたけど、レナちゃんの写真見せたのに。これで、ああ、無理だね、君には似合わないよ。学割使っても高かったし、表参道怖い。あ、すみません。いえ、こちらこそすみません。今の人やばない？イケメンだったね、めっちゃタイプ。あの人見て、美女よ。これって男だと思われてる。しかもちょっとモテてる。173cm、コンプレックス、地声の低さと肩幅。これが表参道の美容師の力。やっと見つけた。凪！え、わ、なんだこのイケメン。今までどこほっつき歩いてたんだよ。黙って勝手にいなくなりやがって。よりによってデビューしたてのクソ大事な時期に何考えてんだてめえ。あの話がよく。うるせえ、メンバーにもスタッフにもクソ迷惑かけやがって、どんだけ探したと思ってんだよ。どんだけ心配したと思ってんだよ。あのすみません、多分人違い。話は事務所戻ってからだな。あのこれってほどいてもらえないんですかね。また勝手にいなくなられたら困るからな。誰と勘違いされてるんだ。いや、でもさっき何って、自分が忘れてるだけ。お前が何を考えてこんな行動を取ったかは知らねえけど、どこかで見たことあるような気も。すごい整った顔だし、芸能人。やっと夢だったデビューができて、どんどん仕事も増えてきてる。そんな時にお前がいなくてどうすんだよ。それに何より、俺らデイリーには、俺の隣にはお前が必要なんだよ。凪の流星。凪の流星。いや、誰？僕のこと押してよ。第1巻大好評発売中ポス。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。次の動画も見てね。